ちは。そして NHK の神戸さん、はじめまして。米国シアトルは前田真嗣です。こんにちは。私はですね、今シアトル上空、まあ、正確に言うとワシントン州のシアトルから約20分ぐらい、北に飛んだところに、います。周りはですね、トカチとすごく似てるんですね。トカチ山脈とは言わないですけども、今左に見えるのがカスケードマウンテンというものが見えますし、あそこの湖、名前忘れちゃいましたけども、あれはシアトルに、運ばれてるあの飲み水ですね。そして後ろにはマウントベーカーが見えます。はい、ということで日本もですね、コロナの影響で皆さん自宅待機してるのではないかなというふうに思うんですけども、米国も同じように自宅待機がずっと続いておりました。ただですね、自宅待機ばかり してられないので、徐々に、日本同様に外に出て仕事をしたり、このようにフライトをしたり、実は言うと今私はフライトスクールに行って、これから学生を教えるんですね。なので、ぜひですね、こういう話、もしくはこういう風景の話を、皆さんと共有できたらなというふうに思っております。神戸さんすごく勢い余って私の特集したいっていうことを皆さんに言っていただいたみたいで、ありがとうございました。帯広に行くのはですね、多分来年です。多分というか、今年はもう現状このコロナの状況でどこにも行けない状況なので、今後ろに見えるのがカナダなんですね。実を言うと、もうここから30分飛べばカナダのバンクーバーに入ります。カナダに行くこともできません。はい、というような状況なので、日本に行くことは限りなく不可能かなというふうに思ってます。ただ、来年ですね、5月1日を予定して、米国を出発しようというふうに思っております。で、先日沖縄の、ラジオ番組に出ましたので、もし映像がですねダメだなという時は、こうやって、ぜひ日本の人にですね、多くこういう障害者でもパイロットになっていると、しかもプロフェッショナルパイロットとして、飛行教官として子どもたち、もっと言えば今私の学生はですね、下は16歳、上は64歳、65歳かって言ったら64歳だっつって怒られましたけど、という、日本ではですね、年を取ったら家にいて、テレビを見てろっていう雰囲気がありますけども、アメリカはやっぱりそういう風に誰にでも、老若男女関係なくですね、チャンスがあるという場所でもあります。なので、そういう話を、皆さんと一緒にできたらなというふうに思ってますので、ぜひ、連絡ください。ありがとうございました。それでは。